風少々としてハワイ湾島並み高く、ぜひひとたび行ってまた帰らず。師匠報告の忠魂は米英一撃に覆滅せずば報告危うしの姿勢にもゆ。岩佐隊以下救命はただいまより行きます。チラスにおしき花9つ生ける棺を買って淡々七に赴くその陣中は神そのもののごとく、この時あるを期して自ら死を着想し、静かに陣中報告の時を待つ。その崇高の精神の層なる信州男児の息、まさに世の人をしておえつにむせばしむるばかりである。前提予定の部署により校内に侵入、あるいは白昼教習、あるいは夜襲を決行、非常空前の総教を観光し、任務を完遂せる後帝と運命を共にせりと、またいわく全隊員聖書を超越して攻撃効果発用に専念し、悲観のごときはあえてその念頭になかりしによるものと断ずるのほかなし。ああ関東と犠牲に徹す思考始順のその精神、勇壮無比のその儀列。の体制を盤石の上に築き上げた若く気高い9つの御霊、靖国で会う嬉しさや今朝の空、帰り来よと不明を受けつつも商用その決意を俳句に託した雅心、万死あって一生なき聖女の門出に、お弁当とサイダー、チョコレートを持ってちょうど遠足に出かけるようだと、幼い頃の懐かしく楽しかった遠足の思い出に胸膨らませていでたったその自弱、一時に激するは安く商用しにつくは敵に、生きて再び世の春を君が代を見ようとせず、いざ行かん網も嫌いも乗り越えて打ちて真珠の玉と砕けん、人にして神、神にして使徒、その陣中の誠にはついに手向ける言葉もないであろう。この日このことこの使命を固く胸に死して二十幾とせ、子よ孫よと慈しみ育ててくれたふるさとに、母さん行きますと別離の言葉を心の内に語ったその神事、人目を忍んで黙々と訓練を重ねた清らかな陣中の姿勢と絶対犠牲の精神、ただ胸迫る思いがするのみである。軍神は日誌の一節に書いた、親も兄弟も友人も知人も自分が仕事しての仕事に従事しているとは知らぬはずである。いつもの休暇と思い込んで別れてきた皆様、ごめんお許しください。これただ国家のため、帝国発展のため、生姜を捨てて大河に生きるのであります。いつかは知ってもらえる時があるでしょう。その時は明はやっぱりやったわいと言ってください。今その日が来たのである。日誌に訴えた苦痛を今は優しい微笑に変えておられるであろう。
心は書いた。2013年の間、亡き父上、母上様はじめ、家族ご一同様のご恩、小学校、中学校の諸先生、並びに海軍においてご指導を賜りたる教官、上官、先輩のご幸運に対し、衷心より御礼申し上げ候と。人中と皇帝はただ一つ、勇猛のその人にして、親をもう心を熱く、烈士の歴史を作るその陰に、己を虚しゅうして、この中に生きる草莽の母が与える、大いなる慈愛と感化の力を忘れてはならない。鬼人もなけ、不可能を可能とせし、特別攻撃隊の戦後に薫るその威訓を、短くも不穏の九つの生命は、大和民族無限の源流を示し、広告の人たる者の鏡として悠久に日本の癒やさかと世界の平和を導きたもうであろう。帰らざる旧柱の軍神は今太平洋の天高く昇天し、大東亜戦争の輝かしい戦果をにこやかに見たもうであろう。